はい、どうも。今回はですね、統一、またおなじみの統一教会なんですけど、やっぱりですね、統一教会はですね、アメリカではですね、霊感商法はやってないそうです。なんかそのものズバリみたいなのが書いてありましたので、その、ですね、先祖の霊みたいなのがですね、そういうのをですね、信じるのがですね、日本人ぐらいのものらしくて、韓国人もひょっとしたら信じるかもしれないんですけど、文化的に近そうですからね。で、霊感商法がですね、もろ日本だけみたいです。で、どうだろう。だから、なんだろう、先祖の霊が、困ってて、なんか入るための壺がいるとかですね。なんか変な、なんか、ちょっとなんか、縦長のなんか家みたいな、変な置物の中にですね、先祖の霊が入るとかですね。昔は大きな壺だったけど、今はなんか小さな安い壺もあるんですよ、みたいな。あの辺一切合切ですね。統一教会は日本でしかやってないみたいですね。っていうお話を今回はしてみましたけど、やっぱりですね、アメリカからはですね、お金持ちの国なんで、お金を取りたかったと思うんですけど、で、アメリカでもね、洗脳とかはやってたんですけど、1970年とか、1980年ぐらいにですね、統一教会はやべえぞってことで、結構袋叩きみたいな感じで追い出されてまして、ブンさんはアメリカに住んでたんですけどね。ちょっとね、どのぐらいの感じで追い出されたかちょっとわかんないですけど、なんかこう避難があって、よその国に移ったぐらいのことかもしれないですけど、まあアメリカではですね、でもアメリカでもやっぱ洗脳してお金を巻き上げるのはやってたらしいですけどね。で、韓国で、なんか、統一教会がある程度自由に行動できてるのが日本だけとか言うんで、だから、安倍さんのおじいちゃんにお金を配ったりとかですね、周りの議員さんにお金を配ったり、警察にお金を配ったりしてですね、洗脳させてもらってたような感じなのかな？ね、断言しちゃいけないからね。はい、はい、では今回はですね、先祖が入る壺とかですね、先祖が、ここに入るんだよっていう、なんか変な模型の家とかですね、ああいうのは、日本だけの、だからですね、ぐちゃぐちゃなんですって。だから、霊感商法は、はい、日本だけということでした。はい、ね、アメリカでも霊がいるんだよって言えばいいのにね。はい、今回、さっきまとめ言っちゃったな。まあとにかくアメリカではやらずに日本人だけ霊感商法の、壺は日本だけで買えるらしいですよ。よかったですねってことで、はい、今回以上です。